い、こんにちは。日本改革党、くつざわです。神風様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。水原一平、起訴されました。大谷翔平の口座から24億5000万円以上盗んだとして、起訴されました。金額の大きさに全米衝撃。最初6億円とか言ってたのね。約2年間の間に1万9000回かけた。1年間で1万回かけた。1日で言うと30回、毎日毎日30試合にかけてたのかな。30試合に、まあ、1万円ずつかけてたとしても、毎日毎日のことですからね、結構の額になりますよね。その総額約278億円。負けた額は62億円と言われている。278億円、ぶっこんで、220億円戻ってきたみたいな感じなんですけどね。感じなんでしょうか。現地警察、検察、大谷は被害者だとコメントを発表。世論です。令和の詐欺王、水原はもう日本に帰ってこれないな。日本人の窃盗額の最高記録では、逃げも隠れも死にもしなかったのは偉い。これ奥さん本当に知らなかった？こんだけ盗みながらあんな仲良さそうにしてたのか。ギャンブル依存症じゃなくて単なる詐欺師やん。これだけ盗まれてニコニコしながら試合に出ている大谷翔平のメンタル。大谷さんさすがにガバガバすぎない。通帳預けちゃったんでしょうね。これまでの報道まとめなんですけれども、2018年に大谷名義の給与口座の開設すべてを手伝う、銀行口座開設から関わっていた全部に、その際一部口座を大谷の財務代理人に教えずに一平が管理、ギャンブルで買った金は一平の口座に入金、支払いは大谷っていう。大谷は警察に携帯電話を提出したが、送金の通知がないことが確認できた。大谷は送金の手続きやってなかった。携帯使われた口座は水原が大谷のために2018年に開設したもので、合計25億円が使われていた、なくなっていた。同時期に水原は大谷の口座の連絡先を自分のものに変更していた。つまり金の出し入れがあると自分とこにメールが来たり、自分とこに電話が来たりするように変更していた。水原は銀行に対して電話で大谷本人を装うことで送金を行っていた。大谷翔平だが、って言って銀行に出ました。通話の録音を検察が入手済み。違法賭博の胴元に大谷から盗んだんだ、俺は終わりだ、メッセージを送っていた。こちらも検察が入手済み。水原は投資目的で同口座から偽名で32万5千ドル分、約5000万円の野球カード1000枚を購入していた。大谷の財務顧問たちは口座のアクセス権を与えられていなかった。大谷が拒否していると水原は伝えていた。財産管理の、代理人っていうか、事務所っていうか、そういうのはあんですかね、アメリカには。金持ち向けに。その際、成功報酬として、自分の口座、父親の口座、愛人の口座、親族の口座に偽装分配していた。ギャンブルで負けたのは大谷の資産を使う口実でしかないことが判明。銀行詐欺に対する法定刑は30年以下の懲役。これまあ盗んだ金額とかそういうのにもよるんでしょうけれども、あと回数とかね、出来心で1回よりも毎日のように100回やった方が罪重くなるわな。これだいぶ手込んでますんで悪質ですね。10億円以上盗まれたって事件ご存知でしょうか。なんか銀行員が銀行の金を横領したとかいう事件はありますけれども、まあまあ24億円って私聞いたことないね。私記憶にないですね。盗んだ額は日本人記録かもしんないな。30年以下の懲役刑だそうですけれども、もう日本には戻ってこれそうにないでしょうね。辛労を重ねて、すごく顔が人相が
変わってるとかじゃなければ、霧島さとしのウッチーみたいなね、ニースをすごい変わってるじゃない限りは戻ってこれそうにないな。あと刑務所でもいじめられんだろうな、こういう人は。大谷翔平の金盗んだやつなんです。影議員は大谷の口座から出金、勝った金は自分の口座に入金って悪質ですよね。それじゃあ大谷全然得ないじゃん。ギャンブルっていうかさ、ギャンブルだったら戻ってくることもあるけどさ、戻ってこない一方通行、父親親族愛人の口座に分配したっていうから、マネロン、脱税疑われてもしゃあない、状況ですね。なんか暗いオーラまとってるなって思ってたけど、こんな悪人とは知りませんでしたよ。悪人すぎる。さらに投資用の野球カード1000枚約5000万円分、ストアの5万円もすんの野球カードって1枚たっけーを大谷の金で買っていた。買うとき使った偽名がジェイミンだった。これナンジェイミン、これあの何でも実況スレッドミンはナンジェイミンって言うんですけど、食いついておりました。世論、ナンジェイミン最低だな、またナンジェイミンかよ、ナンジェイミンへの風評被害やろこれ、割とマジでナンジェイミンだったんじゃないの、もう本当の名前が何なのかわからんな。経済犯罪としてはとんだ極悪人ですな。韓国に水原氏っていうのがある。スウォンは韓国人では割とある名字。まああの豊田市っていうのがあって豊田さんっていう人もいますから、あと豊島区っていうのがあって豊島さんっていう人もいますよね。水原、これなんて読むんですか、水原なんとか子、あ、冊子、水原一平の方が偽名だったのか。そういえば韓国のサッカーチームに水原 FC ってあったな。水原市っていうのがあるんだから、まあ水原、ああ豊島サッカーFC っていうのも、あってもおかしくないもんね。アメリカなんだからジョンとかね、ジャックとかスミスとかブラウンとかね、あのありふれた名前偽名使わずに割と珍しいであろうジェイミンって偽名にしたのか全くの謎なんですよ。狙いはですね、横の国の一説に傾いてましたけれどもね。ここでなんか言うとあのつべ的にまずいんでノーコメントとさせていただきたいと思います。電気1キロワットあたり3.5円、ガス1立方メートルあたり15円ついてた補助金6月に廃止されます。標準世帯で年間2万4000円の負担増となります。で電気ガス合わせてね月2000円、高くなる。再エネ賦課金も世帯平均1万6000円に値上げ、6000円からいきなり3倍、合計で4万円程度の光熱費の負担が増える見込み、今よりも4万円増える。太陽光発電をもっと普及させてくれなんて私ら言ってないのにね、再エネ賦課金なんて、河野一族と小泉一族以外望んでねえよってね。小泉一族はなんか太陽光発電の会社の広告塔になってて、スポンサーがそういう会社ですからね。世論です。エアコンつけたら負け、なぜか過去最高益の電力会社、ウクライナより先に日本が息切れ、夏の電気代やばそう、基本料金が節約できないからしんどい、増税メガネ呼ばわりに対する岸田の報復、ステルス増税始まり、賃上げされてもすぐ回収、基地外どもが泣きわめいて原発止めた結果がこれ、強気を助け弱気をくじく自民党、反原発でギャギャされた連中のせいですねこれね。そいつらもあの高い電気代に苦しむんだが全く何やってんだかね。原発止めて13年、自民党公明党は民主党から政権奪還して何年放置してんだよバカ。原発早く全部動かせ、あと増やしてもいいぞ、今あの50何機あるみたいですけれども100機200機に増やしてもいいかな。テレビ局なんか結構あの電力使って電気代払ってんじゃないのか、それともあの日本人を苦しめることができれば本望なんですかね。半原発半原発つって高い電気代、日本人が苦しめつって自分らはもっと苦しいんだけど、それでいいって思ってるんですかね。リアルな生活区で自民党公明党が青ざめるぐらい議席減らすといいですね。でないとバカ議員どもバカ自民党公明党議員ども目覚めないですもんね。金はあるがバカで何にも分かってないユニクロやない円安は日本にとっていいわけがない。そりゃね生産拠点が外国にあるユニクロにとってはいいことではないの、間違いじゃないのか。日本にとってだってだいぶ主語でかくしたよな。世論です。輸出は円安が有利、円安だったら日本で作ればいいだろうが、
輸出型企業は嬉しい悲鳴、無知は黙ってろと。2023年度、昨年度の収支がこちら、貿易収支13兆5540億円の赤字、サービス収支3兆8040億円の赤字、投資収支29兆80億円の黒字、投資収支って言いますね、日本人や日本企業が外国企業の株持っているであるとか、特許で金がどんどん入ってくるであるとか、土地建物を持ってて貸しているであるとか、そういう金、投資家の配当みたいなんですか、株持ってってもらえる配当みたいなんですか、差し引き経常収支は14兆3140億円の黒字なんですよ。毎日毎日約790億円の株や特許や家賃などの配当が外国から流れ組んでくるのが我が国なんですよ。29兆円入ってくる、何もしなくても。ですんでね、断るごとに金出せ金出せってたがられちゃうんだよね、外国に。自公のせいで庶民の生活は全く苦しいんですけどね、こういう国では円安の方が流れ込んでくる額が増えていいんですよ。790億円毎日流れ込んでくけど、これ倍の円安になったら1500億円流れ込んでくるってことになりますでしょ。逆にですね、米国のように毎日毎日金が出ていく世界最大の負債国はドル高の方がいいよね。負債国、アメリカは世界最大の負債国、借金抱えてる国です。米国債を世界中の国に売りまくっててね、それの利子でひいひい言ってる。日本もですね、日本政府米国債、100兆円だっけな、150兆円だかな、だが持ってて毎年利子3兆円ずつもらえてます、アメリカから。だから戦闘機買ってやるぐらいはまあまあしゃあないなっていう状況なんですけれども、まあそれ知らない人はしゃぐに触りますけどね、なんで国産にしねえんだってなりますけど、柳井は自分の都合だけで円安を嫌がってるんですけど、柳井に影響されてですね、鵜呑みにするバカが出てくるんだから、バカな発言して無知を晒すなと。日本にとっては円安の方がええんですよ。物が高くなって生活が苦しいっていうやつは国産品の芽が出てくるんですよ。例えば輸入小麦が高いってなったら国産の小麦が脚光を浴びるし、日本にとっては円安の方がええんだっつーの。なんでなんでかんで外国産のものを買う前提なのかって、そういう騒いでるやつは。貿易赤字は消費が旺盛っていうことで悪いことでは実はありません。家計とは違います。国家収支は家計とは違います。山口市成人式20歳の集いに杉田水脈衆議院議員が出席、市民団体総掛かり行動山口地区実行委員会が記者会見を開き、人権侵害議員はもう呼ばないでほしいと市に求めました。総掛かり、出ましたね、世論です。暴力極左とは関係を断絶しろという意味ですね。赤みがかった市民団体ですか。選挙を経た国会議員に向かって何言ってやがる。思想が合わない人は排斥しろと。おいおい市民団体が思想差別かよ。総掛かりじゃなくて言いがかりの間違いでは。うまいなこの人。総掛かりってあれでしょ、安倍総理国葬反対訴訟で、記者会見やって外国人記者にですね、なんであんたらは老人ばっかりなんですかと聞かれて生き恥さらした高田健80歳を頂点とする極左団体、マスゴミはいい加減ですね。日本人の団体を極右団体、極左を市民団体って報道するのやめろよ。やめないよな思想が合わない国会議員を自分らが気に入らないから排斥しろって堂々と言ってのける他人の思想を認めない弾圧者がこいつらですよ。それもですね、切り取り難癖嫌がらせで杉田さんは差別主義者扱いしてんですからね。こいつらの方がよっぽど差別的なんですよ。バカで自分らのことは分かんないんですけどね。その他のニュース、岸田バイデン日米共同声明で尖閣諸島は日米同盟の範囲内対象であると明言されたことについて、中国共産党、
内政干渉であり侮辱で強烈な不満と断固反対ギャオーンしてしまう。ずいぶん言ってのけたな。知らねえよ。そんな勝手にね、そんなんね、勝手に侮辱とでもなんでも思ってろって。大臣が靖国参拝するためにですね、ギャオーンするお前らだけには内政干渉って言われたくないですね。韓国やるから、それで我慢しろよ。尖閣は手出すなって話。衆院選、東京第15区出馬の乙武候補。15年の結婚生活で、5人と不倫したということで、ごまたじゃありません。同時に5人とじゃありません。逆にどうすれば許されるんですか？再起を許さない社会なんですか？再起を許さないとは言ってないし、立候補するのも別に自由だけど、家族を裏切る人に政治を任せていいのかとは皆さんが思ってると思うと。それにこの人ですね、中身が共産党員並みに赤いから最初から論外ですね。同性婚をし夫婦別姓をしなんて言ってるし、週刊誌の報道でも本妻に対する仕打ちがひどかったみたいであります。こういう人はですね、権力持つと表現すから、当選させてはいけません。つい先ほどですね、自民党はやっぱり乙武を推薦しないと正式発表されました。カウパーキング乙武と書いている人がいて、不覚にも大爆笑してしまいました。カウパーキング乙武。中国対ベトナム、ネパールなどの偽造在留カードをネットで売っていた37歳中国人夫婦、どっちも37歳を逮捕。ネットで客募集してたそうで、雑、バレるに決まってんじゃん、バカじゃねえの。在留カード偽造はスパイ防止法がある国ならスパイ拠点だろお前ら、スパイの元締めだろって思われて超重罪ですよね。日本も国家の安全保障に関わる部分なんだから、在留カード偽造はパスポート偽造と同じですからね。超重罪にしてくんないかなって思います。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。